ドラえもんのび太の日本誕生は月刊コロコロコ,ロコミック1988年10月号から1989年3月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの作品およびこの原作をもとに1989年3月11日に公開された映画作品大長編シリーズ第9作映画シリーズ第10作 映画ドラえもん10周年記念作品。予告編は、藤子藤代名義。同時上映は、ドラミちゃんミニドラ SOS。テレビ朝日開局30周年。テレビアニメ10周年記念作品。第7回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞。2016年に、本作のリメイク版である、ドラえもん新、のび太の日本誕生が公開された。 7万年前の後期更新予日本及び中国大陸を舞台に精霊大ギガゾンビを擁する暗闇族とそれに相対する光族の側についているドラえもんとのび太た,たちの戦いを描いた長編作品。顧客動員数は同シリーズでは原作者藤子 F 藤尾ゾン明治には破られることはなく2018年公開ののび太の宝島に破られた。 公開直前の1989年3月4日には、ドラえもん映画公開記念スペシャルとして、ドラミちゃんと日本誕生も放映されているほか、公開後の1990年には、本作の続編的内容のゲーム、ドラえもんギガゾンビの逆襲が発売されている。後日談として、原作短編、いつでもどこでもスケッチセットが描かれている。また、藤子 F 作品、 チンプイとは、登場人物同士の血縁があり、作品感をまたいでリンクしている。映画のアバンタイトルでは、ククルが登場するのみで、ドラえもんたちが登場せず、ククルが、時空乱流に吸い込まれた後に、地球の前景が現れ、どこからともなく、ドラえもーん、の叫びが聞こえて、オープニングに入るという構成になっている。本作より、ドルビーステレオが採用された。 学校でも家でも叱られてばかりののびたはついに家出を思い立つ。無駄だからやめておけとドラえもん、静か、ジャイアン、スネオの4人から揃って馬鹿にされるのびた。秘密道具を使って生活を始めようにも、どこもかしこも誰かの土地で思い通りになる場所が全然ない。一方のジャイアン、静か、スネオも親からの期待や押し付けに嫌気がさし、 さらにドラえもんもパパが部長から預かったハムスターが天敵のネズミに見えることに耐えきれず結局全員家出してしまう途方に暮れる5人はのび太の提案でまだ誰のものでもない太古の日本へ行こうと考え史上最大の家出へと出発したタイムマシンで時空を超える途中に謎の渦へと巻き込まれそうになるもののなんとか無事に7万年前の日本へたどり着く 住居を作り、食物や植物を育てると、誰からも邪魔されない生活を思う、存分満喫する一同。そんな中、ペット係を任されたのび太は、動物遺伝子アンプルを使って、皆を驚かせようと、別々の動物を掛け合わせてみることにした。こうしてのび太は、馬と、白鳥からペガ、ワシと、ライオンからグリ、ワニとシカと、コウモリからドラコという3匹のペットを誕生させる。 また、ここへ来よう、と、元の世界へ戻った五人。だが、翌日、のびたたちは、現代にいるはずのない原始人の少年と遭遇する。ドラえもんが、翻訳こんにゃくで意思の疎通を図ると、少年は驚くべきことを話し始めた。自分は、光族の少年、くくるで、光族の村は、暗闇族と名乗る、謎の集団から襲撃を受けていたという。 さらに暗闇族の背後には、不死身の精霊王を名乗る、呪術師、キガゾンビという人物がいることも、そしてとうとう彼らに、両親や仲間が、一斉にさらわれたその日、突如発生した、謎の渦に巻き込まれて、ここへ来た、と。ドラえもんは、タイムマシンでの移動時に遭遇した渦が、時空乱流であり、ククルはそれに巻き込まれて、現代にタイムワープしたのではと推理する。人は、 かくるとともに再び7万年前の日本へ行くと、そこには立派に育ったペガ、グリ、ドラコの姿が。一行は彼らの背中に乗り、光族が住んでいた中国大陸へ向けて出発する。海を越えなくては、と心配するのび太た,たちに、当時の地形図を見せるドラえもん。7万年前は氷河期のため海面は低く、日本列島と大陸は地続きになっていたのだ。 ククルの村にたどり着いた一同は秘密道具を使って、光族の行方を探り、その行き先を突き止めた。三匹のペットを村に留守番させて、追跡を開始し、ついに、暗闇族に連行されている光族を発見する。そこで、ドラえもんは自らを、ドラゾンビと名乗って、秘密道具の力を見せつけ、暗闇族を追い払い、彼らを指揮する土偶型の怪物、土玉をも粉砕してみせた。 光族は歓喜し、くくるも無事に両親と再会を果たす。暗闇族の襲撃が今後ないとも限らない、と心配した5人は彼ら光族を安全な日本に連れて行くことを思いつく。どこでもドアを使って新天地へと移動した光族は新たな村を自らの手で作り上げていく。その姿に感心する5人だったが元の村にペガ、グリ、 ドラコを忘れてきたのを思い出す。だがいくら探しても三匹は見つからず気落ちするのびた。くくるわ飼っていた犬が狩りの途中では、グレルもまた戻ってきた話を始め、必ずまた故郷に帰ってくるとのびたを励ますのだった。現代に戻り、また元の生活を始める五人。だがドラえもんは持ち帰った、土玉の破片が粉々にしても元に戻ることから、これが未来に作られた。 形状記憶セラミック製であると見抜く。一方、ギガゾンビは、元の姿に戻っていた、土玉から、ことの天末を聞かされて激怒し、ドラゾンビを含めた仲間たちを、地の果てまで追ってでも捕らえようと命ずる。ギガゾンビが、ただの呪術師ではない、と考えた五人は、光族が心配になり、見たび七万年前の日本へ。予感は的中し、ククルも含めた光族全員が、またも、 暗闇族に連れ去られていた。助けて欲しくば、常闇の宮へ来いというギガゾンビからのメッセージを見た5人は、光族を救い出したいこの世界を守るため地の底に、あるという常闇の宮を目指すのだった。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。